中学野球の指導者は当然、選手より年齢を重ねていて人生経験が豊かだ。だが、すべての質問や相談を解決できるとは限らない。時には、選手の方が深い知識を持っているケースもある。愛知県屈指の中学軟式野球クラブで、今回には日本一を成し遂げた、東山クラブの藤川豊秀監督は、指導者にプライドはいらない、と言い切る。 動画、投げ方、打ち方、上達ポイント東山クラブ監督解説。確認したい、両肩肘、の位置藤川監督はチームを立ち上げて今年で38年になる。指導の引き出しは豊富で、毎年のように出身選手が甲子園に出場する強豪校へ進学している。プロに進む選手もおり、 最近ではオリックスの内藤法内野手やソフトバンクのイヒネ・イツア内野手がドラフト上位で指名された。藤川監督には甲子園出場やプロ入りした経験がない。選手として実績がないからこそ、指導力で勝負する道を進むしかなかった。指導の根底にあるのは、人一,一倍の責任感と選手への愛情。自身のスタイルについて、こう話す。私は選手として成功していませんし。 一郎さんや大谷翔平選手のようなカリスマ性もありません。自分の経験を伝えても説得力がありませんし、そもそも自分のやり方が正しいのか分かりません。選手から質問されたとき、根拠を持って答えられるように学び続けなければいけないと思っています。引き出しを増やすには、知識量を蓄える必要がある。藤川監督はカテゴリーを問わず、 選手育成で成果を上げている野球の指導者に会いに行った。さらに、野球以外の競技でも選手や指導者として結果を残している人を訪ねて、質問を重ねたという。自身の教え子が強豪校に進学すると、どんな練習をしているのか、投球や打撃でどのような指導を受けているのかなど、気になることは何でも聞いた。時間を作って練習も見学した。